ましょう。レディ。今前半の30分が始まります。コベルコスポーツスペシャル第96回全国高校ラグビー大会前半の30分、東海大仰星がボールを進んでいきます。あっとここで前に落とした。アドバンテージは桐蔭学園、東海大仰星陣内。そうですね、このボールを攻めたいんですよね、はい、これをターンオーバーから攻めていく桐蔭学園ですが、はい、相手がまだディフェンスが揃ってませんのでね、はい、アドバンテージオーバー。人数多いのは桐蔭学園、今アドバンテージオーバーということでアドバンテージは解消されました。6番依然として東海大仰星陣内。ただ木津さん、東海大仰星もね、はい、この面となってしっかりディフェンスをしているという印象もありますが、固くディフェンスしているように思います。まだ桐蔭学園がボールをキープしています。ここでバックスに展開、ループパスから、ここに7番の川勝です。さらに今度は左に展開、22メートルラインが見えてきました。斉藤君ですね、はい、12番の斉藤、高校日本代表候補です。彼が一つキーマンになりますからね、はい、あ抜けていく、はい、さらに抜けていく12番の斉藤、22メートルラインに入ってきました。桐蔭学園まだ連続攻撃です。そしてサイドアタック、村田さん途切れませんね、はい、そうですね、桐蔭学園の強さにね、このフォワードの仕事量が、はい、高いんですが、あっとここでしました、ね、ボールが行政側、東海大行政がボールを取りました。ノックオンがありました。まあ、ようやくミスが起きましたけど、ええ、バックスが外に、ね、振った後必ずフォワードが2つ3つ、ね、ポイントを作って、はい、しっかり前に出ますよね、はい、特にプロップ 1番2番3番の仕事量が、はい、他のチームより長けてますよね、まあ、1番2番3番が村田さん、はい、いずれも2年生という桐、ね、蔭学園ですね。そうなんですよね、はい、まあ、藤原監督は3番の細木が非常に成長したということで今大会でもキーマンに挙げています。さあご覧のように平均体重は3.4キロですね、東海大仰星が上回っているというファーストスクラム。さあファーストスクラムなんですが、木津さん、はい、ご覧のように、まあ、バックスラインも敷いていますが、ここはまずフォワード同士の呼吸もそうですし、力試しですよね。ファーストスクラムが非常に大事になってくるんで、はい、ちょっと見応えのあるスクラムみたいですね、クラウチボインセット。ここは組み直しになります。まあ、特にこのスクラムの中心フッカーとして木津さんもご経験ありますが、こちらが桐蔭学園を率います藤原監督です。まあ、このスクラムで特に意識していること、大事なこと、どのあたりがありますか。まあ、とにかくファーストスクラムでレフリーの印象を、はい、どちらが強いかっていうのをまず与えるっていうのは大事になってきて、相手の選手よりもレフリーなんですね。そうですね、そこの駆け引きとかでやっぱりあれですね、あとヒットが大事ですね、そのレフェリーの目線から今映像をご覧いただきましたが、レフェリーに対する印象、印象付けは大事ですね、はい、ファーストスクラムの特に。ここは安定したスクラム。おっと桐蔭学園が足を出してプレッシャーをかけていきますが、東海大仰星ボール、自陣から展開、抜けていきます。一気にゲインラインを突破、長田ですね、はい、ただやっぱウイング出身で足速いんですよね。そうですよね、あっとここでノックオンがありました。桐蔭学園がボールをキープできるか、アドバンテージは桐蔭学園、はい、ありがとう。それでは両チームの試合前の表情を伝えてもらいましょう。森本翔太アナウンサーです。はい、去年の決勝の再現となりましたこのカード、去年勝利した東海大仰星のキャプテン山田選手は去年の結果は関係ないと言い切りました。対する桐蔭学園の選手は複数の選手がリベンジあるいは借りを返すという言葉を発していました。それぞれ違った思いでこの試合に臨みます。そして風なんですが、第1試合の時も強かったんですが、第2試合に入ってさらに強くなっているというグランドレベルです。 MBS 森本翔太アナウンサーからのリポートでした。まあ、風が非常に強くなっている今日の花園ラグビー場です。風上に立っているのが桐蔭学園、左から右に攻めていく桐蔭学園が風上です。
昨年の決勝戦は37対31、東海大仰星がこの桐蔭学園を下しまして高校三冠を達成しました。さあここは桐蔭学園が攻めていきます。東海大仰星陣内10メートルラインを超えてきました。ここに12番の斉藤、原田から、ここにスタンドオフ10番山田、そして狭いサイド、そうですね、あの外まで使って、はい、他の切り返しをまたフォワードで、ね、前進しちゃう、そうですね、大木が抜けていきます、はい、大木君、ね、小さいんですけどね、はい、強いですよね。169センチの大木が抜けていきました。守っている東海大仰星に反則がありました。ノットロールアウェイですね、はい、今村田さんからもお話がありましたが、狭いサイドでもどんどん攻めていきますよ ね、はい、 そ、 ね、はい、そしてこの強さ、169センチ69キロの大きい、最近のここは強いですね、やっぱり。そうですよね、こけないですよね、はい、これ両ウイングね、あの170センチないんだよね。そうですよね、強いんだよね2人とも。11番大きが169センチ、右ウイング14番の山口が166センチという桐蔭学園です。ゴール前のラインアウトから桐蔭学園、東海大仰星もプレッシャーをかけていきます。タッチラインにはいいプレッシャーですね。仰星が押し返していく。ボールは桐蔭学園です。東海大仰星陣内フォワードで縦をついていきますが強い、細木が前に出るでしょう、はい、そして1番の、はい、さらに4番だキャプテンの高橋、速い球出し、5番の高吉、ここでモールを組みます。組みましたかね、はい、しかし東海大仰星組ませません。1番の山本ボールを持って、今度はボールが7番の川勝です。東海大仰星のゴールラインが見えています。キャプテン山田がタックルに行く。東海大仰星あと50センチぐらいですかね。さあゴールラインまでボールを出した。12番の斉藤、落としたか、トライか、どうですかね今の。今レフェリーはトライのジェスチャー、町田レフェリーはトライのジェスチャー。そのままトライになりましたね。トライになりましたね、はい、うまい斉藤君のローリングでしたね、はい、はい、さあ改めてご覧いただきます。ここで斉藤が行きました。3人がかり、ね、はい、ここでグラウンディングをしたという町田レフェリーの判定。しかし村田さん、はい、1対3でトライを取りましたね。そうですね、やっぱりここはちょっと今トライの、ね、はい、嗅覚というかセンスを感じましたよね、まあ、ここというポイントでしっかり取り切った桐蔭学園。そう、ね、ただ木津さん、行政も、ね、必死にラインディフェンスで抑えていったんですが、はい、桐蔭はしっかり取って帰りましたね、敵陣に入って、はい、そしてトライ後のキックです。ゴールほぼ正面、桐蔭学園2点を追加、先制点は桐蔭学園、7対0とリードしました。スペシャル第96回全国高校ラグビー大会準決勝の第2試合です。先制したのは神奈川の桐蔭学園、その桐蔭学園のボールが
東海大仰星陣が入っていましたが、ここでターンオーバー、東海大仰星取りましたね、ここはチャンスですね。桐蔭学園陣内入りました。パスを使ってフォワードのプレイヤー、そしてポイントを作ってさらにバックス前に出ていきます。しかしいいタックルは桐蔭学園、4番のキャプテン高橋です。桐蔭学園陣内 10m ラインが見えています。東海大仰星まだボールをキープしています。そして前に進む速い球出しから、あ、いいテンポですね。あ、強い、前に行く5番の庄司、高校日本代表候補、さらにラインブレイク、テンポ出てきましたね、はい、速い球出しからフォワードが行く、抜けた、1番の谷口、まだ行く、ゴール前ボール出るか、出した、人数余っている、やってますね、東海大仰星トライです。5点を返しました、東海大仰星7対5。いや、今やっぱ庄司君と谷口君のね、はい、突破がこのトライに結びつきましたね。あ、ここナイスキャッチですね。そうですね、最後はパスも乱れかけましたが、はい、グラウンディングしたのは東海大仰星13番の長田、2年生の長田がトライを挙げました。今村田さんからもお話がありましたが、木津さん、はい、フォワードの選手のゲインライン突破が本当に目立ちましたね。そうですね、今もプロップの選手が走る走るで、困りますわ。同じフロントローとしてね、走れるね、フロントローが今も増えてきたし、それが当たり前になってきたんでね。でも木津さんがあの走れるフォワードの先駆けだったんじゃないですか。どうなんですかね、村田さんいかがですか。もうその通りですね、はいはい、まさにこの東海大仰星の伝統ともいえる速いテンポからの球出し、そしてフォワードプレーヤーバックスプレーヤー一体となった攻撃で5点を返しました。このキックが決まれば7対7同点ということになります。風は向かい風、そして向かい風に流されながらも決まりました。うまいですね、今キック決まって7対7東海大仰星同点に追いつきました。準決勝2試合ともいずれも接戦となっています。コベルコスポーツスペシャル第96回全国高校ラグビー大会準決勝の第2試合、大阪第一地区代表の東海大仰星と神奈川の桐蔭学園の一戦です。村田渉さん、木津武さん、お二人の解説でお送りしています。前半13分が過ぎて東海大仰星陣内の5メートルスクラムで桐蔭学園ボールという状況です。まあ、キックオフから展開していった東海大仰星がパスミスがありまして、そこで密集圧力をかけた桐蔭学園がボールを奪っています。ここはサイドアタック、ゴールラインまで5メートル、まだ行く、まだ行く、ナンバー8山本、高校日本代表候補、そしてローリングして飛び込んだ、桐蔭学園トライ。いいですね、体の使い方が非常に。この2トライいずれも木津さんローリングですね。そうですね、はい、ちょっと今度やってみたいですね。やっぱりトップリーガーとしてもね、見習うべき点が多いというそうですね、体の使い方が非常にうまいです。はい、いやいや、木津さんやってますからただ村田さん、はい、このローリング本当にね、相手のタックルの圧力をスルッとかわしますよね。そうなんでね、まともに受けたらやっぱり食らうんでね、そこをうまく相手の力をかわしながらね、はい、
そうですね、今素晴らしいトライになりましたね。ディフェンスしててもやっぱ回られるとね、こう、はい、スロッと抜けてしまうんですよね。守り、はい、回ってくる選手いるんですけど、はい、ただまあそれだけみんなができないということは村田さん、精度の高いプレーでは間違いないですよね。間違いないですね、はい。先制のトライを挙げたキッカー12番の斉藤、そして再び勝ち越し、トライ後のキック2点を追加できるか。ボールの間抜けました、決まりました。桐蔭学園さらに2点を追加、14対7、再びリードしました。決勝第2試合、まもなく前半の17分になるところです。東海大仰星ボール、桐蔭学園陣内に入っています。長い笛は攻めている。東海大仰星に反則、なかなか仰星は敵陣に入れないですね。そうですよね。そして木津さん、やっぱり前半風下ですから、はい、なかなかキックも有効には使えませんよね。そうですね。逆に桐蔭はやっぱり敵陣に入ったら必ずスコアして帰ってるんで、はい、仰星としてはやっぱりまず敵陣でっていう感じですね。このキックは風にも乗ってタッチラインを割りました。昨年の決勝戦が37対31、東海大仰星が桐蔭学園に勝利しました。そして今年も公式戦といいますか、春の選抜大会で一度対戦があって、その時には東海大仰星が26対29ということで、桐蔭学園が東海大仰星に勝ちました。まあ、その時に最後後半スコアができなかった東海大仰星、強い、そこは強い縦突破です。しかしボールが離れました。ただレフリーは前に落としていないというジャッジです。取りましたね、はい、東海大仰星、川瀬が抜ける、川瀬行きましたね、早いですね。2年生の川瀬、ステップを踏んでそのまままだ行きます。サポートが大事です。そうですね、はい、これ出したらチャンスですね。出ました、はい、外余ってますね、ますね。さらに大きく振っていく、うん、そして14番東海大仰星根塚、よく桐蔭学園止めました。しかしここでさらにフォワードで縦に行きます。あーっとスローフォワード、ちょっともったいなかったな、もったいなかったですね、うん、今のは。今ただまあもう見えた時にはボールはね、うん、離れていました、はい、前にいるプレイヤーにボールを放ってしまいました。だけどあの細木のね、突破の後のその、はい、川瀬がもぎ取ってきましたね、こぼれたボールね。2年生の川瀬、ここですよね、はい、ここから4、50メートル走りましたかね。スピードありますね、はい、大きくゲインしてここから左に展開していく東海大仰星の攻撃でした。ただミスがあって桐蔭学園ボール、桐蔭学園陣内です。ここはキックは蹴りません。まっすぐ来ましたね、行きます。強いな斉藤。そして一つポイントを作って黒木ですね、はい、これパターンですね、もうね、はい、タッチラインは割りません。ただ距離は出ています。東海大仰星、ここはキックを蹴り返します。
風上の桐蔭学園。ここは落ち着いている東海大仰星の選手。川瀬が行く。あ、ディフェンスの方が風上、あ、だからよく騒ぎましたね、はい、早い球出しから抜けていく、はい、11番宮崎2年生、早く出せるか。そうですね、敵陣ここで入ってきたんでね、はいはい、あのカウンターアタックは良かったですね。さらにフォワードでいきます。東海大仰星、早い球出しから人数余っている。まっすぐ走る。そしてここに東海大学院のタックルがあるが、14番ですか。さらに早い球出し、東海大仰星22メートルラインが見えてきました。フォワードの各選手がスクラムハーフから直接ボールを受け取って縦へと進んでいきます、はい、そしてバックスの、あ、ターンオーバーかな。ここはノックオンがあったか、ですね、はい、前に落としてしまいました。ただ村田さん、流れるような展開ですね、はい、そうなんです、ね、あのさっきねウィングに回った根塚君のね、はい、これですね、このヒットですね。彼はねセンターやってたんですよね、はい、今センター根塚君と長田君がポジションチェンジして今大会挑んでるんですよね、はい、ただ強いんですよね、人に強いですね、はい、相手を吹き飛ばした後さらに加速して前に進んでいくという根塚のプレーでした。東海大仰星ノックオンがありまして桐蔭学園ボールのスクラム。ここまで木津さん、スクラムはほぼ互角でしょうか。そうですね、お互いいいスクラム組めてると思います、はい、短い笛、スクラムの組み直しです。平均体重では若干東海大仰星が上回っているというスクラムです。あの高校生は、ね、あの 1.5 メートルしか出せないというルールもあるんで、はい、ええ、あのそこまで、ね、スクラムに固執してないですよね、はい、ご覧のような総体重の違いです。フォワード8人で見ますと27キロ東海大仰星が重いというあのスクラムです。押していく東海大仰星から安定した球出しから桐蔭学園、まだ倒れません。あ、倒れていたという判定ですね。そうですね、離せなかったですね、はい、今の、まあ、この辺りが非常に難しいところなんですが、はい、タックルが成立しているのかどうなのか。渡辺君としては1回離してもうピックしたよってね、はい、今ちょっとしたアピールはあったんですけどね、さあここで岩佐監督が選手への指示を送っていますが、ゴールほぼ正面東海大仰星はラインアウト、タッチキックを選択しました。ここは木津さん、しっかりトライを取っていくと。そうですね、いう姿勢ですね。ここで1回スコアして、はい、うん、そして木津さん、スローワーの大仕事ですね。これね、風まあまあ吹いてますね。そうなんですよあっと取られてしまった。いや、うまかったですね、でも今、桐蔭が今も狙ってましたね、はい、2枚取りました、桐蔭学園。桐蔭学園のキック、少し地域を挽回して再び東海大仰星ボールのラインアウト。そうですね、まだ角度が、ね、あるんでね、はい、あの真横ぐらいでしたよね、出たのも。さあ、木津さん、もう1回やり直しですね。そうですね、フッカーとしては相手のとこ出してくれって感じですけどね。これも絡まれた。なんか読まれてるって感じですね。そうですね、どうでしょう、風があるんであまり後ろは来ないだろうという点もあるんでしょうか。なんですかね。ただまあ今木津さんがねお話になったようにラインアウトでのこのスローはあのもちろんこの神経質になる部分なんですが、はい、ただ競っていく方が自陣で2枚飛ぶってなかなか珍しいですよね、はい、そうですね、もう自信持って飛んでますね、はい、多分これはね後ろのボールないというね、想定してもこう2枚飛んでいこうという、もう、はい、試合前からその相手を分析した上での、ディフェンスでしたよね。それを見事にしっかりと相手ボールを取っている桐蔭学園、ただミスがありまして東海大仰星ボールのスクラム、非常に浅いラインを敷いている東海大仰星。村田さん、はい、一気にこれバックス選手動き出すんですよね。そうなんですよね、これ全員が動くので誰が来るか分かんないんですよね、はいはい、これです。お相手に抜けたか、14番ですか、はい、その後ボールを出してフォワードでいく、いやバックスのプレイヤー、今カースでした、ね、はい、
ここは時間をかけます、はい、2番の島田、高校日本代表候補、あの行政としてはしっかりこう時間を、ね、かけていいと思うんですよね、前半25分過ぎています。はい、頭上げよ、トライを取って2点をキックを決めれば同点です。じわじわ前出てますね、うん、あと5メートルですね、はい、ただ低いタックルで応戦する東蔭学園、ここはイーブンボールか、東海大仰星が持ち込んだボールキープしています。フォワードで行く、はい、8番そこまで、タックルしたプレイヤーは速やかにその場を離れなければいけません。東海大仰星、右にも左にもラインを敷いています。ただフォワードで行きます。どうでしょう、キムさん、モールを組むのかサイドアタックなのか見ていてどう感じますか。どうなんすかね、これはもうサイドサイドで行ってますけど、フォワードがさらに前進します。わずかではありますが前進している東海大仰星。バックスで勝負しても面白いですけどね、はい、そうですね、しかし攻めている東海大仰星の反則、粘りがちですね、はい、オーバーザトップ、まあ、ボールに対して味方のプレイヤー、サポートプレイヤーが覆いかぶさってしまったというオーバーザトップ。ただ村田さん、はい、非常に東蔭学園低いタックルなんですね。そうですね、あの2人目が早いんですよね、だから必ず相手の1人に対して2人で行くので、はい、あのゲインって言ってね、あの前に出させないようにしてますよね、はい、さあ東海大仰星としては相手陣入ったんですがここで反則、ね、はい、精神的にちょっとしんどいですね、仰星は取り切れなかったっていうのは、並んでから、東海大仰星、ここは東蔭学園にプレッシャーをかけていきますが、一番前の、ラインアウトで、ね、使いましたけど、はい、これって1試合に1回か2回大体の、はい、1回しか使われへんやつですね、絶対取りたいって時に使うんですよね、はい、ここで使いました、はい、まだ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 です。スクラムハーフがプレーを始めた時にディフェンスラインが前に出ていいんですが、まだまだというレフリーからの声がありました。そしてキックを蹴っていきましたがカウンターアタックチャンスですね、これは東蔭学園、はい、ハーフウェイラインが見えてきました。まだ東蔭学園陣内です。あ、スピードがある縦タックルですが、ここを越えたい、あ、越えない、ダブルタックルで返していきました、はい、前でディフェンスする東海大仰星、いいディフェンスですね。東蔭学園は右にラインができています。離れたところでフォワードのプレイヤー4番キャプテンの高橋、再びフォワードのプレイヤー7番の川勝、これやっぱ高橋川勝ってね、はい、先日から復帰した3年生のコアメンバーっていうんですかね、はい、これは大きいんですよね、まあ、チームが待ち望んだ選手の復帰ですよね、はい、ベストメンバー揃ったってところなんでね、はいはい、ここは12番斉藤倒れません、なかなか一発のタックルでは倒れません。ハーフウェイライン上振ってくるフルバック黒木、2年生のプレイヤー、東海大仰星陣内に入りました。細木ですね、はい、3番の細木も2年生、さらに縦に行きます。非常にサポートプレイヤーの動きが速い東蔭学園、速いですね、2人目の寄りがすごい速いです、はい、12番の斉藤自ら行く、タックルを入らせてつなごうという、そうですね、はい、もう一度立ち上がります。東海大仰星ボールに絡んでいくか、絡めません。1番の山本、山本も2年生、今日もミスしないですね、はい、細木ですね、細木が抜けていく、はい、この抜けた後の、ね、孤立した時が、まあ、チャンスでもあるんですけどね、そうですね、はい、連続攻撃15フェイス、行政はペナルティせずに我慢したところですね、はい、よく規律守ってますね、はい、前半29分20秒過ぎました。東海大仰星陣内22メートルライン上、7番川勝、17フェーズですから17回連続攻撃ミスなく続けています。原田です、はい、2番の原田、高校日本代表候補、ボールが出ている、ここは前にプレッシャーをかける東海大仰星、いやよくキャッチしましたね、今ね、今少しボールが後ろにそれましたがしっかりとキープしています。8番の山本、
ただ行政も22メートルラインを背にしてなかなか前には進めさせません。スピードもあります。抜けてきた、はい、キャプテンの高橋速い球出し、フォワードからバックス、13番は田中サポートプレーヤーが速い桐蔭学園、あっと前に落としたか、ここは落としました。最後にそしてここで前半終了。最後桐蔭学園攻撃しましたがノックオンがありました。前半終わって14対7神奈川の桐蔭学園が大阪第一地区代表東海大仰星をリードしています。さあ7点を追いかける東海大仰星、木津さん、はい、やっぱりこのもつれる準決勝、はい、後輩たちの戦う姿ご覧になっていかがですか。いやもう OB としては、しっかり戦ってほしいです、はい、さあどうなるか後半の30分今スタートしました。後半は右から左に攻める桐蔭学園、白いジャージーです。風下から展開していく桐蔭学園、2番の原田、さらに展開。そうですね、桐蔭はもともとの地震から、はい、継続してくるようなチームなので、ね、この風下っていうのはむしろアタックを楽しもうぐらいの気持ちで、ね、行った方がいいと思いますよね、はい、ただその風上の東海大仰星が前に出て桐蔭学園を止めています。桐蔭学園6番2年生の原、さらに展開。ここはフォワードのプレイヤー、はい、行政としては、ね、ここでやっぱ止めたいんですよね、はい、ここで止めれば一気にチャンスが広がりますからね。連続攻撃からバックスのプレイヤーが前に出る、ライン攻撃ですがここはフォワードのプレイヤーが入っていました。まだ22メートルラインの内側です。詰めてきましたね。プレッシャーかけていく、はい、しかしボールをつないでいく桐蔭学園、ようやく22メートルラインを超えてきました。裏をパスを通していきます。はい、ここですね、ここ止めないと、はい、東海大仰星も必死のディフェンス。7番スタンドオフ山田、その後さあボールに絡むか、絡みました、東海大仰星がボールを取りました。今やっぱり村田さん、はい、孤立するとすぐ絡まれますよね。そうなんですよね、抜けた後がすごい大事で、はい、抜けた後にこれはスクラムハーフだったんですけど、孤立するんですね、はい、ここでもう絡まれてしまいます、はい、となるとボールを持ち込んだ選手はボールをリリースしなければいけないんですが、リリースしなかったということでペナルティー。さあ木津さん、東海大仰星、はい、今度は相手陣に入ってここしっかり獲得したいですね、はい、ラインアウト。前半は2度失敗がありました。修正してほしいですね。やっぱりハーフタイムでもいろんな話し合いはありますよね。あると思うんで、大丈夫だと思います。さあ今度は獲得なるか、東海大仰星。おっと、これね、1日1回のやつですね、はい、唯一の前でのプレイヤーのラインアウト、一致してきましたね、はい、もう木さん背に抱えられないという東海大仰星ですね。まず取ればいいんですよ。そうなんですよね。さあボールをキープして東海大仰星、今日は展開ラグビーで桐蔭学園、まあ、もちろんトライも取っていますが、どんどんそのディフェンスの穴をついていっています。ここは時間をかけます。モール作りたがってますね、はい、あっと長い笛、オブストラクションですね。そうですね、今前に、はい、前の密集のプレーで関わっていた選手にボールキャリアがぶつかってしまいました。そして東海大仰星の選手が痛んでいます。まあフォワードのサイドアタックというところだったんです。あ、キャプテン山田ですね。キャプテンの山田が痛んでいますが、まあ、ここで左に持ち出していく東海大仰星。ボールキャリアが2番のプレイヤー。そうなんですよね、はい、あ、桐蔭学園がディフェンスプレッシャーをかけて押された味方のプレイヤーに当たったんですね。そうですね、はい、ただ必ずボールを持っている選手が最初にディフェンスのプレイヤーに接触しなければいけないという状況の中で味方に当たってしまってペナルティー。風下桐蔭学園ペナルティーキック、地域を挽回します。
タッチラインを割りました。井上さん、はい、どうぞ。ハーフタイムの両監督の指示ですが、リードしている桐蔭学園の藤原監督、前半はボールが手につかないシーンが目立った、風下に後半はなるのでボールを大事に扱いたいということでした、はい、対してビハインド行政の湯浅監督ですが、桐蔭学園ここが強い、後半のポイントはディフェンスですと話しています。はい、MBS 森本翔太アナウンサーのリポートでした。今度相手ボール取りましたね。はい、行政が取りました。これは行政チャンスですね。ディフェンスがテーマと話していた東海大行政、今度は攻撃で前に出ます。22メートルラインが見えてきました。左に出していくバックスのプレイヤー、絡んでいくのは桐蔭学園フォワードのプレイヤーですが、速い球出し、一人かわして抜けていく、そのまま行くか、ね、東海大行政エンデース可能トライ、来ましたね。東海大行政後半最初の得点。フォワードにこだわってはいましたが、村田さん、はい、根塚、これ個人技と言ってもいいですね。そうですね、あの根塚がやっぱ今ウイングなんですけど、センターの動きですよね、取った瞬間に外ステップです、はいはい、はい、ここで1人かわしてそのまま、はい、自分で行きましたね、抜き去りました。素晴らしいトライですね。やっぱり木津さん、バックスもフォワードも1対1の勝負って大きいですね。そうですね、1対1外せたら裏出れるんで必ず、はい、チャンスになりますね。そして裏に出てからがという村田さんのお話がありましたが、裏に出てから取り切りました。根塚のトライで5点を返して14対12、トライ後のキックが決まれば東海大行政同点に追いつきます。もらってきましたね。さあゴール正面、ゲスト解説キズさんの後輩たちが連覇に向けて準決勝同点に追いつきました。東海大行政14対14、同点です。自陣から展開、そして一気に取り切りました。この試合初めてリードを奪った東海大行政、19対14、自陣深くから展開、ノーホイッスルですね、ノーホイッスルトライです。まあここでも村田さん、先ほどトライを挙げた根塚の突破がありましたね。そうなんですよね。そしてノーホイッスルトライ、キックオフからの一気の攻めでしたが、木津さん、はい、やっぱり東海大行政持ち味のフォワードバックス一体の攻撃です ね、 そうですね、外に散らしてつないで、はい、トライまで持っていく。そしてこの展開をするラグビーだというところから相手も察してくるところで、木津さん、はい、バックスプレイヤーのパスダミーから抜けてきましたね。あ、そうですね、やっぱ外見ちゃうんですよ ね、 ねやはりそのあたり村田さん冷静ですね。はい、ちょうどねフォワードのプロップのギャップが ついてきましたよね。はい、まあ、いわゆるミスマッチっていうんですけどね、そこをもうスピードで切ってきましたね。左に曲がりましたがゴールは決まりました。東海大行政2点を追加、21対14。なお桐蔭学園2人メンバーが変わっています。1人メンバーが変わっています。フルバックの黒木に代わって23番の浜野が入っています。
東海大、ね、いいタックルです。東海学園前に出ます。そこまで風上から東海学園、失礼しました、東海大行政回してきましたね。はい、展開してきました。キックは蹴りません。フォワードのプレイヤー、ここは東海学園前で止めて絡んでいきます。ボールに絡んでいる東海学園、しかし東海大行政ボール、パスミスがありましたが、パスがね、風で流れてるんですよね、はい、ここは東海学園プレッシャーかける。しかしディフェンスの東海学園に反則、やはりこのオフサイドラインの横から入ってしまったというジャッジでしょうか。そうですね、判断は良かったんですけどね、ボールキャリアに対して、ここも3番細木のすごいタックルでした。細木強いですよ ね、 ね、はい、細木の、ね、お父さんはね、はい、私は同世代なんですけど、はい、高校時代はやっぱ陸上やってて、そうなんですか、はい、やり投げのなんかインターハイ選手だったと、はい、そこから大学でアメフトをやったということを聞いてますね。 な、 るほど、はい、なかなか珍しい経歴ですよね。そうなんですよ ね、 ね、その、まあ、今村田さんからご紹介がありましたお父さんの遺伝子を受け継いでいるという2年生の細木、まあ、怪我から復帰して藤原監督も非常に頼もしい選手と話している細木のプレーをご覧いただきました。さあ東海大行政、相手陣に入ってラインボール、ラインアウト、ここも取れません。東海学園のボールを取りました。お互いに相手のラインアウト今取ってます ね、 ね、そうですね、いいプレッシャーですね。ここは21番の小西1年生、これ変わっていた1年生の小西なんですけど、ですよ、かなり身体能力高い選手ですよね、はいはい、あの東海学園の藤原監督が本当に将来が楽しみだと話している小西です。はい、今はね、あのスクラムアップやってますけど、はい、どこをやっても通用するプレイヤーですね。そうですか、 100m で11秒台で走る選手なんですよ。なるほど、陸上やってたんですよ ね、 ねえ、スピードがある1年生の小西が入っています。井上さん、はい、どうぞ。東海学園のベンチですが、18番をつけた栗山選手が準備をしています。はい、8番ダメだよ、まあ、高校日本代表候補の栗山が準備をしているという NBS 森本翔太アナウンサーのリポートでした。東海学園がじわりじわりと前に進んで、ここに高校日本代表候補12番の斉藤、パスでつないでフォワードのプレーヤー、ハーフウェイラインが見えてきました。東海学園陣内、しかし攻めている東海学園に反則。キャプテンですかね、今山田君が、はい、あ、プレーオンですね、はい、あ、ここはキック蹴らず東海大行政攻めていきます。激しい当たり、やっと前に落とした、はい、いいタックルがありました。今4番の高橋でしょうか、初めのコンタクトは大きいですか、ね、大きいですか、はい、いや、11番の169センチ大きなタックル、あの下に行かずに、ね、ここでボールタックルですね、はい、そこで相手の、はい、ボールを、はい、ちょっと殺してますね、素晴らしいタックルですね、はい、まあ、相手のプレイヤーはフォワードのプレイヤー7番山室の突進を11番の大木が見事なタックル、これ栗山が入ってきましたね、はい、ここで栗山が入りました、はい、1番の山本に代わって栗山が入りました。3年生高校日本代表候補です。まあ、栗山君はね、本当に昨年その卒業した一田学徒っていうね、はい、プロップの後に入ってずっと試合出続けた選手ですね、はい、まあ、ここに来て2年生の成長がね、はい、著しいというチーム事情もありますが、あの彼はね、野球部、中学時代野球部なんですよね、はい、で行政 の、 あの3番の大橋君も野球出身なんですよね、はい、まあ、本当にさまざまなスポーツからいいところを取り込んでこのラグビーに生かしているという近年の高校ラグビーなんですが、さあ東海学園がマイボールスクラムということになります。東海学園陣内22メートルラインから5メートルほど前に出たところ、もう左にはプレイヤーいません。右にバックスラインを敷いている東海学園です。東海はね、全部継続してきますね、はいはい、裏を通す、さらに裏を通す、ただあ、ナイスタックル、この一面でのディフェンス、東海大行政いいタックルから圧力をかける。しかし東海学園も必死に守る、ボールはよくキープしましたね、ボールは東海学園、しかしさらにプレッシャーをかける東海大行政、東海学園陣内、ただキープしました東海学園、ここにもダブルタックル、回してきますね、この位置でも、さあすごいタックルだ、
逃げつないの入りましたね。いやこれはすごい、見事なタックルです。もう狙ってましたね今ね、ゴール前だったんでね、はい、まずこのライン攻撃から14番ネスカのナイスタックル、そしてさらにプレッシャーをかけてここでの見事なタックル、いいですね。村田さん、はい、見ていて本当にすごいという言葉が出るタックルが2つ続きましたね。本当この根塚君が、ね、アタック、まあ、攻守ともに、ね、奮闘している一人なんですけど、はい、今日も乗ってますよね、はい、そしてタックルっていうのはね、はい、あの本当周りがすごい力づくんですよね、勇気をもらえますよね、はい、東海大仰星バックスにボールを出します。12番松本、ここは時間をかけてフォワードのプレーヤーボールを組みに行こうとする東海大仰星、ボールを組みました、組みましたが、くるくると回ってしまっています。ここからサビアタック、ボールを出せるか、出ます。そしてバックスに撤回、入ったかな、飛び込むか、まだまだ桐蔭学園守った、さらに出して低いタックル、まだですね、まだです、すごいディフェンスですね。桐蔭学園も低いタックル、トライはあとわずか、いいディフェンスです ね、これ今2回でも多分10センチなかったんじゃないですか、本当にあとわずかなところの攻防、見事に守りきった桐蔭学園、そしてあとわずか届かなかった東海大仰星、ただ東海大仰星ボール5メートルスクラムです。ご覧のような地域からスクラム、まあ、もちろんこれは村田さん、はい、東海大仰星は左のバックスラインも敷いてますから球出しすることもできますし、そうです、ね、フォワードのサイドアタックもありますよね、はい、このね右の8球も注意しなければいけないんですよね、はい、ちょうどスクラムの真後ろに1人バックスのプレイヤー立っていますが今左に移動しました。さあここで長いパス、速い球出し、フォワードのプレイヤーナンバー8吉田、準備が余ってるんですよね、はい、タッチラインには飛び込んだ、トライ、東海大仰星追加点、後半リードを奪ってさらにリードを広げました、26対14、シンプルにね準備アタックしましたね、うまいこと攻めましたね、フォワード当てて、はい、フォワード当てて、外余らせてトライ、はい、ここで桐蔭学園の選手を集めて、そうですね、はい、もう外がいないんですよね、はい、最後はフルバック川瀬のトライでしょうか、川瀬のトライです、はい、まあ、桐蔭学園としては村田さん、はい、取られた後取り返せるか、東海大仰星としては次の得点取れるかという非常にね、こう難しいところだったんですが取り切りました、はい、しかし木津さん、はい、ハーフタイムで湯浅監督がディフェンスからだと話していたポイント、はい、その通りになってるんじゃないですか、見事にディフェンスからチャンス作ってものにしましたね、トライ後のキック今日は全て決めています。12番の松本、伸びていく風上から、これは外れました、しかし東海大仰星5点を追加、26対14、リードを12点と広げました。川瀬のトライがありました。そして何といっても村田さん、はい、昨年の高校三冠から大会連覇のかかっている東海大仰星ですね。そうなんですよね、はい、このトライは大きいんですけど、この12点差っていうのはね、はい、あのこの大会でかなりあの逆転率もありますので ね、あの桐蔭学園としてはまだ全然諦める時間帯ではないですね、はい、どうでしょう村田さん、東海大仰星、そして、まあ、特に桐蔭学園なんですが、今ノックオンがありましたが、後半の動き何か変化ありますか、桐蔭学園の方ですか、はい、ちょっとねやっぱ自陣で風下ということもあってね、はい、あの無理して繋がなきゃいけないんですけど、そこでの東海大仰星の猛タックルによる、結果ボールを、ね、失っているんですよね、はいはい、
まあ、もちろんこのキックもそうですし、前に出ていくオフェンスでのこの風の影響、まあ、影響といいますか風をね背中から受けて前に進むというのはあるんですが、キズさん、はい、ディフェンスが風のを受けて前に進んでいるという印象もありますよね。風で前に出てタックルいってます ね激しいタックルの東海大仰星、そのプレッシャーにやや押されているか桐蔭学園。スクラムはプレッシャーかかってますね。そうですね、桐蔭学園が押しています。ここはキック、これ桐蔭学園ボールになるんですが、今日はラインアウト、金さん両チーム苦しんでますから ね、 そうですね。ここで行政としてはやっぱりディフェンスでさっきみたいに、はい、しっかりディフェンスしてプレッシャーかけていこうというあれですね、多分相手ボールを奪えるかという東海大行政。熱戦の第1試合では A シード東福岡高校が1点差、五瀬実業を破っています。その決勝戦、東福岡と対戦するのは準決勝第2試合目、東福岡との対戦は東海大仰星かそれとも桐蔭学園か。自陣から展開していく桐蔭学園、ゲインライン突破、速い球出しから逆サイドにボールをつないでいきます。このためでしたそうですね、外がちょっとパスが乱れている桐蔭学園。まあ、花園での借りは花園でしか返せないと藤原監督が話していました。昨年の決勝戦の悔しい思いをぶつけている桐蔭学園。開いた、開いた、はい、パスをつないでいく、そして広いグラウンドのところですが、ここもサポートプレーヤーが早い桐蔭学園。しかし行政の激しいタックル、はい、今だけど、はい、内容者で取ってますね、はい、抜けていく桐蔭学園、前に出る速い球出し、この辺りは金さんすごいですね、すごいテンポですね、ミスしないですね、はい、そしてショートパント競っていく東海大行政が取りましたが、アドバンテージがありました。今ねアドバンテージがあったんでね、はい、思い切って裏のねキックを狙いましたけどね、はい。さあ桐蔭学園はハーフウェイラインのポイントに戻ってペナルティーキック、風下の桐蔭学園。後半まもなく22分という準決勝第2試合、これ真横になるんですが、村田さん、はい、風下でこれだけ風が強いともしょうがないですよね。しょうがないですよね、あのこの後の、ね、ボールをしっかり取って攻撃をすることですよね、はい、かなり強い風が吹いてますね、旗もなびき方が半端ないですね、はい、だいたいちょっとこう角度がついたりするんですが、もう本当に縦にまっすぐ抜けている風。桐蔭学園ボールを取りました、キープしています。行政の選手がボールに割って入ろうとしていますが、ここでボディコントロール、ボールを出していく、後ろから来た選手にも見えましたが、ここはタッチラインを割ったという判定です。行政2番の島田のタックルでした。東海大行政ボール、5回投げて2回取っているという成功率。ディフェンスがようやく絡んできました。そしてこのボールを組んで押していくという東海大行政、取れましたね、はい、絡んでいますがこれはオフサイドではないという判定。ボール絡んでいく桐蔭学園、しかし東海大仰星ボール、東海大仰星陣内 10m ラインです。左ラインまで来ています。ハイパント、しかし真上に上がった。そうです、このボールをね、はい、継続していきたいですね。桐蔭学園はね、7番高達、左が待ってますね。4番のキャプテン高橋、ここに18番の栗山、スピードがある、スタンドオフ、山田抜けていく、 10m ラインを越えてきました、バックスライン、いいタックルが14番ですか、
東海大仰星根塚のタックルからターンオーバー。いや根塚がすごいですね。大活躍です。はい、アタックもこのディフェンスがやっぱり、そして強いですね。縦へのキック2人目3人目が早いですね。行政そうですね、いいタックルした後のこれですから、キズさん、いいタックルがあっても、はい、味方のプレイヤーが遅ければボールは奪えませんよね。そうですね、判断でもう超えていくという判断をして、はい、見事にターンオーバーしてるんで、ここは守っている東海大行政に反則がありましたが、しかし根塚のすごいタックルでした。あ、攻めましたね。はい、攻めていきます。はい、キックは蹴りません桐蔭学園。まあ考え方とすれば、村田さん、はい、タッチキックを蹴ったとしても15メートル20メートルしか前に出られないんであれば、はい、ラインアウトで苦労するぐらいであればそのまま攻めていこうと。そうですね、ボールをそのまま継続して、ね、攻めたいっていうところですよね。はいはい、ただその分連続攻撃、攻めていく距離は長くなりますが、桐蔭学園連続攻撃を選択して12番の斉藤。ああ、いいところあった。短いパス、はい、浜田ですね。はい、23番浜田が抜けていきます。お兄さんが今リコーで活躍してます、ね、はい。そしてタッチライン際パスナミーから細木ですかね。はい、東海大行政がプレッシャーをかける。桐蔭学園ボールをキープしていますが、出ている東海大行政競っていった、と奪い返した。今反応が速くなってますね。はい、すごい反応の速さです。桐蔭学園ボール、ボールを動かしたいところですね。23番浜野、8番斉藤からフォワードの前に行って堀西は右を選んだ。ここに18番の栗山、3番の細木、裏を通す14番の山口、簡単には倒れません。そうです、ね、抜けていく。そうです、ね、外ヘッドはおもろいですね。さあ絡まれている、小西が絡まれてしまいました。ハーフサックちょっとね、あれが反則なんですけど、はい、いやだからこれ継続ですね。はい、あと前に出る、はい、斉藤まだ前に行く。小西がボールを持ち出して開いた、4番キャプテン高橋のトライ。26対19。斉藤はね、もう強引にまで前に出ましたよね。出ましたね。もう藤原監督もね、斉藤にはある程度自由にやらせますよね。はい、はい、やっぱり彼がマークされるので、ね、必ずマークしてくるからアシストしろっては言ってるんですけど、こういう展開になるともう彼が行くしかないんでね。ですね。はい、まあ、よく言われますが、金さん、はい、もう力技、力でなんとかっていう時間帯であり点差でしょうかね。そうですね、もう誰かがこじ開けんとチャンスできないんで、ただこういうプレイヤーがいるっていうのは本当に心強いんじゃないですか。チームに味方にいたらね、すごい心強いと思います。斉藤の突破から桐蔭学園がトライを挙げて26対19。このゴールが決まればさらに2点を返して26対21、5点差に迫ります。斉藤のキック決まりました。桐蔭学園さらに2点を返して、これで東海大行政のリードは5点に変わりました。井上さん、はい、森本さんどうぞ。ロスタイム1分という情報が入っています。ロスタイムは1分です、はい、1分ですね。そして東海大行政は19番魚谷選手が試合に入ります。はい、7番の山村に代わって19番2年生の魚谷が入りました。お客様に選手の入れ替えを。さあ残り時間も後半少なくなってきました。今手元の時計では後半28分を過ぎています。東海大行政ボールのキックオフ、はい、奥に蹴ってきましたね。はい、もう継続ですね。桐蔭学園は、桐蔭学園はここでまずフォワードのプレイヤーでしっかりと体を当てていきます。自身22メートルラインの内側から裏を通して、いやすごいプレッシャーだこれ。はい、行政前で止めてますね。はい、うん、前に出ています。桐蔭学園パスをつないでいく。少しでもギャップがあればすぐにスピードを上げていく桐蔭学園。頭と頭でぶつかっています。3番の細木、ただ東海大行政のディフェンスの前に下がりながらのプレーになっていますが、12番の斉藤、ここでも強い。そうですね、
サイドにうまく目の前見てますね、そしてフォワードのプレーヤー5番の高吉、速い球出しから裏を通す、そして内に返してギリギリのパスでしたけど通ってますね、はい、非常にミスしてもおかしくないような接点でのプレーでしたが、ここで東海大仰星にノックオンがありました。さあ手元の時計29分を過ぎて30分に向かっています。点差は5点差、ロスタイムは1分という準決勝第2試合。全然わかりませんもんね、これ桐蔭学園がトライを上げれば同点、はい、キックを決めれば逆転。そうですね、これが高校ラグビーの楽しさですよね、はい、最後までわからんというのは、そして木地さん30分超えましたよ、はい、後半30分過ぎました。残りロスタイム1分、お互いミスできないですねこの時間帯。そうですね、この自陣だけど、あの位置としては、ね、ど真ん中なので、はい、両方攻められるし、まずゲインは切れるんですよね。特にスクラムの左に目を移せばアタック4に対してディフェンス2というバックスの人数です。そうですね、13番渡辺でポイントを作って自陣から桐蔭学園、5番の高吉、3番の細木、しかし東海大仰星も激しいタックル、細木君たちも2人ですね、もう2人ですね、もう今徹底して東海大仰星は2人でダブルタックルいってますね、ただそれだけやはり村田さん、はい、コンタクトエリアで前に出られたくないということでしょうかね。もちろんそうですね、ボールを継続している桐蔭学園、前に出る行政、ここはね我慢比べなんですよね、もう一番きついところなんですよね。後半31分過ぎています。プレッシャーかける東海大行政、とにかく孤立しないことなんですよね、はい、孤立したらすぐあの相手が勝ってボールを奪い返しますからね、ここでフォワードのプレイヤーにパス、はい、細木です、ね、強い細木、まだ桐蔭学園陣内、裏を通して、しかしここにもこの寄りが早いですよね、東海大行政、しかしボールをキープしているのは桐蔭学園、はい、プレッシャーをかけていく東海大行政、後半間もなく32分、18番栗山、速い球出しから1人2人3人とボールキャリアに絡んでいきます。あっとここでパスミス、東海大行政が、いや桐蔭学園がキープ、桐蔭学園戻ってキープ、この後ですね、いやだからこのプレッシャーが本当に ここにいればね、あの行政は安泰なんですよね、はい、ボールを奪えなくてもこの陣地であれば大丈夫ですね。そうなんですよね、でもキックはないんでね、はいはい、どれだけ我慢し続けて継続続けるかですね。ノーペナルティー、ノーペナルティー言ってますね、行政の選手も。これで今17フェーズですね、はい、連続攻撃の数を示しているフェーズ、まだ継続しています桐蔭学園。ここに2番の原田、ここは気をつけないとダメですね、はい、両チーム最後の力を振り絞って、さあ行政が襲いかかる、超えた、長い笛は桐蔭学園の反則、リードしている東海大行政ボール、東海大行政が大会連覇へ向けて大きなペナルティーキックを得ました。ショットを選択しましたよね、はい、はい、ペナルティーゴールを今狙うと指示しました。いや最後の攻防はこちらも見ててちょっと熱くなりましたね、手汗びちょびちょですもん今その手を
ね、スーツの足で拭くという放送席の3人になっていますが、いやもう傷がこう隣に見てるとね、ずっと手がグーになってるんですよね。さあペナルティーゴール決まりました。ここでノーサイド、はい、大阪第一地区代表東海大仰星、大会連覇へ向けて準決勝東の A シード桐蔭学園を破りました。2年連続の決勝進出、そして昨年の決勝のリベンジで挑んだ桐蔭学園をまた